ちは、かなめしうるです。本日は前回の動画でもちょっとお話ししていた、プレゼント企画の、説明をしたいと思います。ですね、毎年だいたい年が明けて、年が明ける前に応募募って、年明けてからすぐにいつもね、いつもじゃないけど抽選会をすぐにやってたんですけど、ちょっとバタバタしてしまうし、結構お正月みんな行ったりしてたり、お出かけしたり、いろいろと不在な方がいらっしゃると思うので、ちょっとずらそうと思ってたんですよ。そしたら1月の24日がちょうどかなめしうるが3周年になるので、そこで、その辺を目がけて抽選会をしたいと思っています。毎年だいたい同じような感じのやり方をやってきたんですけども、今回はですね、ちょっと厳しめに、いつもね、コメントくださる方とか、チャンネル登録してくださったり、ベルのとこ押しててくださったりとかして、いつも駆けつけてくださってる方と、まあその時だけ応募しに来たよっていう人とのこう差別化を図りたいので、今年はですね、今年っていうか今回の応募条件はちょっとだけ厳しくしていきたいと思います。ちょっとだけって言っても、多分これは普通の人のプレゼント企画、汚い字が見えちゃった。プレゼント企画と同じだと思うんですけど、まずですね、ですね、条件1、かなめしうるとゆるラジの、かなめスイーツですね、かなめしうるとゆるラジのチャンネル登録をしてくださっている方。今からしてもダメなんですよ。もうね、している方。どっちかでもいいんだけど両方ともしてもらったらすごく嬉しいけど、もうすでにね、している方、もうすでにだよ、今してももうダメなのね。今回はもうダメなんですよ。今回チャンネル登録しましたからよろしくっていう感じではできないことにしてます。もう2019年の12月20日までに初コメをもう済ませてる方だから、2019年の1月1日から12月の20日までにコメントをくださった方、だいぶこう振り分け、ふるいにかけられそうじゃない？今年ね、そう、12月の20日までの、先月の動画ぐらいまでに、初コメですって言われた方までは、もう、大体、把握していますので、そこで締め切りとなってます。そして過去にコメントしたことがありますとじゃなくて、今年もう率先してコメントくださった方を優先にしたいので、今年にたくさん私に声かけをしてくださった方に、なんか今年ずっといつも見てるけど声は聞いてないよとか、今年コメントしてないよっていう方は、すいません、ごめんなさい、入りません。応募資格に。なので、あとですね、14歳以上。これは絶対です。もう、YouTube のアカウントを作れるのが14歳以上だったと思うんですよね。多分。保護者の、あれがあったとしても、未成年の方は、まず14歳以上でも、未成年の方ね、20歳未満の方は、保護者の方の承諾がいります。なんせ、ギフト券というか、ギフトの金銭の、やり取りになるので、保護者の方にちゃんと、こういうギフトカードが当たるような応募をしてもいいかなってちゃんと聞いて、してください。あとね、コメントはね、コメントじゃないわ。応募は、一つのアカウントだけにしてください。多分、サブ赤とか持ってる方とか、私もほら、二つ持ってるけど、一つ、だけにしてください。メインで使ってるのもだってさだってさっておかしいね。コメントくださってるアカウントで応募してください。だからアカウントが途中で今年ね、応募じゃないコメント書いてたけど途中でアカウント変わったよっていう方は旧アカウントも教えてください。応募するときにね、名前カッコして
元何々です。私のわかる名前でないと、私が把握できないことは、ノーカウントになることがあるので、もうちょっと独断と偏見で、そう言われても私知らないっていうのが、あとコメントを来ているかどうかっていうのはこっちでもチェックできるので、よろしくお願いします。なので、今年コメントしてないのにコメントしたっていうようなことを、まあそういうことをずるくする人はいないだろうと思うけど、よろしくお願いします。あとね、ご家族の方の分を一人の方がまとめて、応募するっていうのはやめてもらいたいな。こう、お父さんの分も、お母さんの分も、子供の分もって一人の方が取りまとめてじゃなくて、各個人個人で応募してください。なので、例えばさ、親戚の誰々ちゃんの分もとかやった時に、金銭のそのカードのナンバーを教えるときに私が代わりに受けておきますみたいな感じのは困るので、ご本人にお知らせをしたいので、なのでお知らせがちゃんと受け取れる方にしてください。なので、でもさ、家族でツイッターでね、最終的には DM でやり取りするんですけど、ツイッターはそのご家族のどなたかのツイッターでも大丈夫です。その辺は臨機応変に。そして、あとですね、12月のこの動画をアップしてから、この動画がちゃんと編集できるかどうかちょっと、あれなんですけど、多分クリスマスイブか、クリスマスには編集を終えてアップしたいので、その時から1月の15日ぐらいまでにしようかな。ちょっと、こんなのあったんだって、今年さ、いろいろコメントくださったけど、年末忙しくて気がついてない人もいたりするかもしれないので、1月の15日の水曜日の夜のね、11時59分までに応募締め切りです、そこがね。大丈夫かな?あと、抽選会をですね、2020年の1月25日の何曜日?土曜日。の夜10時から。大丈夫かな ?10 時。普通の平日かな ?10 時からにします。1時間ぐらいで抽選を終えたいので。大丈夫。あんまり早い時間だとお母さんたちが、多分もうほら、ご飯食べさせて、お風呂も入らせて、片付けてっていう、こう、時間がね、取れないので、自分もね、私もだけど。なので、1月の、カポカポカポ。1月の、これ私?1 月の、25日の夜10時から抽選会をしますので、そしてね、この応募資格に満たない方が多分いると思うんですよ。登録してるのけど、今年は全然コメント怖い。コメントしてないやーっていう方もいると思うので、その方はですね、当日、この抽選当日に、未成年の方は困るけど、抽選、この見立ってる方ね、大体、この年齢とかね、資格とかね、の方で、当日にね、抽選会も、お楽しみ抽選会もしますので、この金額分はいけないと思うけど、その当日にも、ギフトカードのシリアルナンバーをお知らせするような抽選会をしたいと思います。分かってもらえるかな?もう多分、これが分からない人は応募しないで。もう最初から一から説明しないといけない人は大体今までの流れで把握していらっしゃる方に応募してもらいたい。です。なので、何個もここに、質問するのはここに、この動画に質問してください。私大丈夫かしらみたいな。一人一人、ちょっとチェックするのは大変なので、ちょっと自覚がない感じの、コメントしたかどうかなっていうような方は、控えてもらいたいかな。今回はいつも来てくださってる方とか、今年いっぱいコメントくださった方とかに、3周年っていうこともあるけど、ここまで続けてきた中の、ここ最終目標のところに行ってくださった方、国に、ね、やっぱお世話になった方に当ててもらいたいので、当たってもらいたいので、なので、コメント書いたかしら、私、みたいな、登録しなかったわっていう方は、自分でわかるよね。
怖い。自分でわかるよね。それで、ですね、大体どこの、大体まあこう、その中では同じです。今までと違うのは、チャンネル登録をもうすでにしている方。今までね、しなくていいよって言ってきたから、多分してない方が多いと思うんですよね。コメント書いてても。だからそこでちょっと古い、かけてれるかなと思って。ちょっと雪の前でふわふわして遊んでるみたい。そしてですね、コミュニティ、私のカナメシュールのコミュニティに、エントリー会場を設置しますので、そこにですね、今年の目標と、あ、違うわ、2020年の目標、来年の目標と、あと応募しますっていう一言書いてください。そこには質問を書かないでください。もう私が、カウントしづらくなるので。そこに、質問はここの動画にしてください。そして、私大丈夫かしらみたいなのは自分でちょっとちゃんと調べてみてください。ですね、そう。その応募しますっていうことと、あと目標を書いてない方もノーカウントにしちゃいますので、すいません。で、エントリーしてある方でも、あれ今年コメントもらってないよって、こっち調べられるのでね。方はちょっとこっちで、私のね、ハートマーク、お気に入りコメントマーク、ハートマークがついてエントリー OK になりますので、よろしくお願いします。私コメント返さないと思うので、多分ね、ごちゃごちゃになりそうだから。私、返事もらってないとかいう人もいるかもしれなくなっちゃうな。なので、そこには、ハートマークのお気に入りマークだけを、入れておきますので、それで、あと、ちょっとね、1年後じゃないわ、1ヶ月後になっちゃうから、抽選会がね、また、ところどころ、動画を出した時に声をかけていきたいと思っています。そして、何もらえるのって感じだよね。いつもね、なんかね、ほら、福袋とか、なんか自分の作品をっていうことがなかなかしづらいので、DM、ツイッターの DM で、カードの、ギフトカードの金額のカードを買ってて、その後ろのシリアルナンバーをお知らせする形に、を取っています。そして、1位の方は、1等賞の方は1万円で、2等賞の方は7000円。今日の金額まだちょっとアバウトなんだけど、7000円で、3位の方は5000円で、4位の方が、4等賞の方は3000円のギフトカードにしようかなと思ってます。で、Amazon か楽天か、時々ね、この頃ってお年玉にそのカードを渡せれる方が多いみたいで、コンビニでさ、自分の近くのコンビニでこのカードが手に入れられるカードになっちゃうので、アマゾンか楽天かにしたいと思ってるんですよね。で、いつもこの、で、当日のお楽しみ抽選会も、だいたい4人ぐらいにいつも、選んでるんですけど、その方も、だいたい3000円ぐらいからかな？から1500円ぐらいの、ギフトカードで、それを何に使ってほしいかっていうと、やっぱりその、今年じゃないわ、来年の、ごめんね、全然ダメだわ。来年の、その、こんなの欲しかったなとか、このモールド買いたかったけど、今年我慢したなとか、来年、これを始めたいんだけど、こういう道具があったらなとか、こういう材料欲しいなっていうようなことに使ってもらいたいなと思って。それが最初の、あれだったんですよ。最初はね、商品を私が注文して発送していたんですけど、その住所とか聞かないといけないじゃん。それでなんかさ、トラブった時に、その住所なんかされるんじゃないと思われるのが嫌なので、うちになんか突撃されるんじゃないとか、電話かかってくるんじゃないとか思われるのは嫌なので、こっちも知りたくないしね。私の住所ももちろん知りたくないし。なので、どんなに親しい人とも、この境界線は、はね、ちゃんとしておきたいなと思うので、まあ個人情報ですよね。なので、まあツイッターのアカウントがもしない方は、困るね、それ。まあメールがあれば、私にメール教えてもいいよって、ステアドみたいなのがあれば、それでやり取りしても構いませんけども、あとね、あ、ごめんね。ちょっと待ってて。あとちょっと。説明してるけ。録音してるけ。びっくりした。ガチャとも言わんけ。あとちょっとやけ。
どこまで話したか忘れちゃった。アカウントとツイッターの名前とか違う方はちょっとそれも、あの、当選した時にね、それは、また当選発表の時に、それはまた説明はしていきたいと思いますが、ということで、今年もお世話になりました。ありがとうございました。あと3周年になるので、また来年も頑張っていきたいなと思っています。いろいろと。で、私的に目標はですね、いろいろなんか他にもやりたいことがあって、レジンとか以外にね、まあ、粘土も本当はもうちょっとやりたいんですけど、もうちょっとまた違うことも始めていきたいなと思っています。では、あの、お体に気をつけて、良いお年をお迎えください。では、また来年。またね、バイバイ。